加藤あやな、15分以内で作った豪華な和朝食披露、全部美味しそう。加藤ちゃんは幸せ者の声。モデルプレス2024 0 11、タレントの加藤あやなが10月11日、自身のインスタグラムを更新。15分で作った豪華な朝食を披露した。写真、加藤茶の妻、15分で作った豪華手作り朝食。加藤あやな、 15分で作った和朝食披露。加藤は基本加藤ちゃん、加藤茶はお昼に起きるので朝食は一人。一人ご飯は簡単で15分以内にできるものにしてると綴り、自分用の和朝食の写真を投稿した。わかめが余ってたから簡単酢のものや納豆味噌汁で発酵食品も積極的に取るよ。納豆に入れるネギ切るのは面倒だった。 友達がくれたタケノコも簡単に煮つけて玄米は冷凍してるからチンして出来上がり、と15分以内で作ったというバランスの取れたメニューを紹介。また、腸活を意識していたらニキビできなくなってきた、と日々の健康的な食事により肌の調子が良くなったことも明かしていた。加藤ア菜の投稿に反響。この投稿には、加藤ちゃんは幸せ者ですね。 全部美味しそう、素敵な奥さん。見てるだけで健康になれそう。15分でこんなに作れるの凄す,すぎる。旅館の朝ごはんみたい。など多くのコメントが寄せられている。モデルプレス編集部。